黒いオルフェ、黒いオルフェは、マルセル・カミュ監督のフランス・ブラジル・イタリア合作映画、1959年公開。同年の第12回カンヌ国際映画祭で、パルムドール・アカデミー賞では、外国語映画賞を受賞した。フランス語版と、ポルトガル語版の二通りがある。ビニシウス・ジ・モライスによる1956年の擬曲、オルフェウダ・サウンを映画化したもので、 ギリシア神話のオルペウス、オルフェトエウリュディケ、ユーリリスの物語の題をカーニバルで盛り上がる公開当時のブラジル、リオデジャネイロに映している。当時は観光名所だったファベーラが主な舞台となっている。アントニオ・カルロス・ジョビン、アントーニオ、カーロス・ジアビム作曲のサウンドトラックにはルイス・ボンファ、ルイース・ボンフォによるカーニバルの朝、 黒いオルフェと呼ばれることも多いをはじめとしたボーサノバの曲が含まれている。また、サンバ歌手、作曲家として知られるカルトーラが、ワンシーンだけ出演、また撮影時には、妻の自家ともども雑用として雇われたことで知られる。映画の試写会に招かれたビニシウスジ・モライスは、これは自分の作品でないと強く否定していた。また、1999年、 ブラジルの映画監督であるカルロス・ジエギスにより、オルフェとして、再び制作された。なお、ジエギス自身は、本作品のリメイクと言われることを強く否定し、全く新しい作品として仕上げたとコメントしている。また、ジエギス作品の音楽を担当したミュージシャンのカエターノ・ベローゾも、黒いオルフェは、単純な秘伝物語に終始して、ビニシウス原作にあった。 ブラジルやファベーラの本質を描いていない。したがって、ブラジル人は全く評価していないなどと述べている。田舎から出てきた娘が、明日のカーニバル見物のため船に乗って、リオデジャネイロへ着く。彼女は、自身を、村から追ってきている、謎の男からも逃げていた。彼女を乗せた自然の運転手であるオルフェは子供たちから、慕われ、女からも、モテモテの歌とギターの名手である。 ミラという恋人がいて、役所に手続きに行くと、婚姻係に名前はオルフェというと、妻はユーリティスがねと言われ、懸念な顔をするとギリシャ神話だと言われる。指輪の前に、七夜からオルフェは私の主人と書いてあるギターを出す。子供たちには古いギターで今の主人が僕というだけという。娘ユーリティスはいとこのセラフィナを訪ねる。ベネディットという子に、 お守りをもらい、大事にするというと、僕が死んでもと、縁起でもないことを言われる。オルフェは、セラフィナの林下に住んでいて、ユーリティスと再会して彼女と恋に落ちてしまう。夜のリハーサルで、二人は、独占欲の強い、昼の女王、ミラの目をかいくぐり、愛を語らうが、ユーリティスを追う、死神の衣装をまとう、謎の男が現れ、彼女を脅し、オルフェが助けに来ると、 女は預ける、俺は急がないと言って去る。最初は別々に過ごしていたが、ユーリティスが誘い、愛を交わした夜が明ける。祭りの当日、夜の女王セラフィナの計らいで衣装で顔を隠した、ユーリティスは、オルフェとバビロン組で踊るが、お守りが落ちて割れる。嫉妬に狂い、殺してやるというミラに見つかり、掴みかかられ逃亡するが、 姿を表した死を司る仮面の男にも追われる。オルフェの上司から待っていろと言われた自然の車庫に向かうが、死神に追い詰められる。高圧線に手をかけた、ユーリディスは助けに来たオルフェがスイッチを入れたために、関電死してしまう。意識が戻り、悲嘆に暮れたオルフェは彼女は生きていると彷徨い歩き、祈祷所で、ユーリディスの、振り返らないでという声を聞いたが、振り返った瞬間、 すべては偽りであったことに気づいてしまう。夜が明け、死体安置所から彼女の亡骸を抱えて戻ったオルフェは、怒り狂ったミラと対面する。家に火をつけられ、ミラに投げられた大死が頭に当たったオルフェは、ユーリディスの遺体と共に崖か落ちて死んでしまう。二人は死によって結ばれ、すべてが終わった後、太陽を昇らせることができるというギターで歌い踊る。子供たちの姿が、新たな、 オルフェの到来を予感させる。ブラジルを舞台にし、出演者たちは、演技未経験者ばかりという挑戦的な映画だった。なかなか配給会社が見つからず、その間、フランスの監督の自宅に出演候補者たちを集めて、何ヶ月もリハーサルが繰り返された。映画中で描かれる、リオのカーニバルは、実際のものではなく、エキストラたちが演じたもの。 2005年には黒いオルフェの関係者に取材したドキュメンタリー映画黒いオルフェを探してブラジル音楽を巡る旅現代ナーキング・フォー・ブラック・オルペウスがフランスで作られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。